はい、こんにちは。えー、戦争一旗目、えー。サポートはアンデッドです、えー。私のチーム構成は何とか時間を稼いで、えー、スカジで、えー、相手を削りたかったんですけれど、えー、守れていないです。はい、では、まず状況を見渡しまして、 ここ行きます。はい、えー、作戦としましては、えー、ヘインダールに時間を稼がれて、でもその間にこちら霊人さんのマナーを貯めて、えー、ベラに先にスキルを発動されたら負けだなと考えています。えー、ベヌのカウンターがありまして、でもなんとかパズルでしのいで、えー、強烈なアタッカーの白ウサギと、 厄介なヒュプノスがいる。はいきまーす。えーこちらは、えー、マナを添え湯に、えー、マナを貯めるためになんとかなんとか、えー、盤面に緑を稼ぎたい。 1>, えー、1回ヘインダールにスキルを発動されて攻撃力アップをされてブーストをかけられるのは、えー、覚悟の上ではここ行きましょうか、えー、まずはなんとかたくさんたくさん消して、えー、盤面に緑を呼び込みたい こちらは遅いチームなのでなんとかたくさん緑を呼び込みたいえー、ここですかね <laughs> 偶然の連鎖が起きここに赤が降ってきてこの緑縦3消えたら面白いのにな ベラにマナが溜まってるのはめっちゃ怖い、辛い、嫌だ。とりあえずここ行きましょうか。ヘインダール倒せたんは大きいですね。ベラは嫌だ。ベラは嫌だ。ヘインダール倒せたんで、まあ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 、まあ。ただ、 これで、なんとかまず相手のベラを、とりあえずイベリン使って、イクトゥールスを使って、これでウサギ沈め。沈んだ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。霊人さんのミニオンを一体呼べる。というわけで、えベルが好き、えー、 ベルじゃない、えー、ベヌがスキルを発動する。では、ベラに対してシルベディア当てて、霊人さん使って、カエルを使って、えー、では、えー、ベヌにマナが溜まってるんで、 えー、ベヌに弾を当てたいどうしましょうかここ行きましょうかはい、えー、ベヌがカウンターを発動する霊人、えー、さんのミニオンも倒されましたが、えー、とりあえずネチネチしたいです、えー、こちら紫単色なんで えー、紫以外をカウンターされて構わないと考えてここ行きますこちらレイジ人さんチームなので、えー、ベラのミニオンがひたすら嫌ですじゃあそんなチーム組むなよえーなんとかなんとか カウンンタターーがあと3ターン、えー、ここ行きましょうかえー空打ちでマナをためてはいベラ倒したんで、えー、マナ削りを受けました、えー、空打ちでマナをためてー カウンターが切れてる今、えー、まずイベリン使って、えー、イクトゥールスを使ってカエルの王子様使って、えー、ベヌーのマナをどうしようか悩んでまあまあまあいきましょうか、えー、シルベリア使って 相手のヒュプノスはもちろん厄介なんで、えー、ここ行きましょうか。はい、えー、今いい空打ちができましたね。えー、イベリン使って。はい、一旗目勝つことできました。ちょっと無理くりすぎましたが、なんとか。はい、ありがとうございました。